今回は YouTube 視聴者927名に聞いた春スキーの必須アイテムトップ5をお伝えしたいなというふうに思います。このランキングを作成させていただくにあたって私は表を入れていないので一切私の意見は含まれておりません。ちなみにこの動画の内容は公式サイトの方でも解説しておりますのでぜひご確認いただければなというふうに思います。それでは早速第5位から発表していきます。春になればとにかく暑い。周りを見渡せば雪だらけなのに体の中はサイパンと、このような現象が襲ってきます。スキーウェアの中クソ暑いといったような状態を解放してくれる救世主的なアイテム、シーブリーズ的な制汗剤がランクインしました。よく学生がカバンの中に入れててぶちまけるやつですね。900名中約20名程度 2% の回答率となっております。続いて第4位のアイテムをご紹介させていただきます。もはや現代スキーヤーの必須アイテム、これを身につけていない人はそういません。こちらのアイテム、身につけているだけでなんとなくそれっぽく見えてしまう、そんなアイテムとなっております。今こちらに映っているスキーヤーの方、基本的にそれ身につけてるかなというふうに思うんですが、このアイテム、なんとオールシーズン使える万能アイテムとなっております。ちなみにですが、私自身も活用させていただいてます。もはや買わない理由がないあのアイテムということで、ギャラリーの方、ジャッジの方合わせてみんなつけてるであろうあのアイテム。第4位、ネックチューブといった回答となりました。こちらのアイテム、スキー場によってはマスクの代用品として活用されております。老若男女問わず利用することができます。カッコで書かせていただきましたが、私滑舌が非常に悪いので、おっさんもお姉さんもオールシーズン使えますと言ったような形でお伝えしたいなというふうに思います。老若読めへんな、冗談はこの辺までにしておきますが、私自身ネックチューブは中 4,5 日でローテーションしております。 4,5 日っていうのは平日ですね。基本的に土曜と日曜は違うネックチューブをつけております。900名中約100名程度の回答となる 12% の方がネックチューブを必須アイテムと回答されております。ちなみにですが、海賊はマスク率高めのようです。続いて第3位の発表に移らせていただきます。こちら第3位のアイテムですが、同率で2つのアイテムがランクインしました。まず1つ目は、春の雪を快適に滑るためには必須のアイテムとなっております。こちらを利用しない理由が全くありません。持ってないとバットを持たず打席に立つようなもので、たとえイチローであったところでヒットを打つことができません。近年では格安で高品質なものが多数存在しております。新人王の資格のないこちらの大学生も愛用中のアイテムとなります。持ってないとやばいアイテム第3位、ワックスということで、春スキー用のワックスというものが世の中にたくさんあるので、ぜひ活用していただきたいなというところですね。私自身は楽で長持ち、手間いらず、確かな効果というところでチームレスキューワックスをよく使っております。近年では簡易ワックスであったとしても1日効果持続するものもたくさん出てきていますので、こういったものもチームレスキューワックスの中に含まれています。レスキューワックスの大きな特徴として、春雪でもソールに汚れはほとんど付着しません。ペーパーで拭いて真っ黒になるといったあの現象もおさらばです。ちなみにこれに伴いリムーバーはオワコンと化しました。もういらないですね、ゴミ箱へポイで OK です。特に春におすすめのアイテムとしては、セッコと呼ばれる簡易ワックス、年間使うことができますが、無双というホットワックスタイプのものもおすすめです。こちらベースで敷いておくことで汚れがほとんど付着することはありません。ちなみにですが、マプラスさんもお手入れが簡単で超人気のアイテムとなっているそうです。春用のアイテムですね。だいたい900名中200名程度、回答率としては 23% の方がワックスは必須であると回答しております。第3位のアイテム2つ目ですが、晴れてても雨でも結局汗や雨でびしょ濡れになる、これが春スキーの宿命です。こんなことは十分に分かっていてもスキーがやめられない、そういったですね、もう末期の方にとっても必須のアイテムとなっております。めちゃくちゃシンプルで誰もが使ったことのあるあのアイテムです。
次に紹介するような水濡れ防止アイテムがランクインしました。第3位としては濡れた時用の着替えや雨具といったものがランクインしております。こちらも先ほどと同じように 23% の方が必要であると回答されております。ぶっちゃけおすすめのアイテムであったり必須アイテムとか言って今さら勧めるのもおかしいレベルのものとなっております。似たようなコメントでタオルが必要という方も中にはいらっしゃいました。まあニアリーイコールでいいかなというふうに思います。1位のアイテムに移る前にお知らせをお伝えさせていただきます。私渡るしなんと社長になりました。スキーレジウムさんと TGM スキーチャンネルさんにご協力をいただき、私を含め合計登録者約 2.6 万人のチャンネルで YouTube で商品紹介サービスを行います。それでは第1位の発表に移らせていただきます。春スキーの暑さからあなたを守る必須アイテムとなっております。必ずしも害になるものではなくて、時に嬉しくもあるが時に対策が必要である、必ず毎日目にするものの対策となっております。これを全く見ないという方は引きこもってスマブラをやっている時ぐらいですね。私たまにそんな時ありますが、もはやこの映像にも散々映っているあいつの対策は必須となります。もはやこれがないと映像が撮れないといったレベルで生活に貢献していただいておりますが、第1位としてこいつの対策、太陽の対策ですね。つまりもうお分かりでしょう、第1位日焼け止めです。日焼け止めは人によっては必須ではないよという方ももちろんいらっしゃるとは思うんですが、やはり必要かなというふうに思います。日焼け止めかけるネックチューブを私は使っています。日焼け止めの止めが抜けちゃってますが、ご了承いただければなというふうに思います。これマジで思うのですが、若い頃からちゃんと対策しておけよっていうふうに思いますね。というような感想を最近30歳になって20代の頃と明らかに肌の張りに違いを感じている私の主張となります。こちらですが、約360名の方 40% の方が日焼け止めが重要であるとチョイスしておりました。アンケートの集計結果としてまとめさせていただくと、日差し対策、暑さ対策、濡れ対策、雪対策といったように要約できるかなというふうに思います。最後までありがとうございました。